はい始まりました給与明細チャンネルです毎日投稿しているのでチャンネル登録高評価お願いします今回は東京都の販売職の正社員6年目27歳の方の給与明細です、えー、仕事内容は小売業かっこ百貨店での販売職必要な資格やスキルがトイックやマネジメントスキル勤務時間が1日7時間25分の残業付き4時間程度収入が月収29万年収500万ボーナスが えー、2回で80から100万で百貨店で働きたい方へのアドバイスとしては百貨店業界は厳しいと言われてますが新しい挑戦を求められるので若い世代から挑戦ができますで給与明細で、えー、資格給が5万円役割給2万個人生活給21万3,000残業が8678時間外2170前払い通勤費6万2,000で 総支給が35万7282円。そこから控除が引かれて、手取りが29万4738円となっています、えー。今回は百貨店で働く方の給与明細でした。えー、まあ、通勤手当かなり多くて、えー、支給かなり膨らんでるんですけど、まあ、それ引いても29万くらいあって、なかなかいいんじゃないかなって思います。 ただまあ東京ってこともあって、これだと百貨店があるような大都会とかだと、もしかしたら家賃とか払っていくのちょっと厳しいのかなと思いました。今回はこれで終わります。チャンネル登録、高評価お願いします。